はい、こんにちは。今日はですね、何についてお話していくのかっていうと、究極の思考法、究極の、思考法、あなたがね、目標とか自己実現とか、何かね、こう理想とかね、そういうものを叶えるために必要な是正的な思考法についてお話しようと思います。でね、僕自身が、このノウハウをね、身につけてから、まあ、どうなったかっていうとね、まあとにかく自分のこうなんていうのかな、アイディアとか24時間のこう考えてる、まあ、僕らというのは24時間単位で思考してるわけだと思うんですけども、そこに出てくる思考のね、こう質っていうかクオリティっていうのが一気に上がりました。でやっぱり思考の質とかね、そういうアイディアのクオリティが一気に上がると、何かっていうと、まあ、自分のねライフスタイルが変わるし、自分のこう未来にね、どん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 夢が叶っていく、理想がどんどんどん形になっていくっていうことが、本当にね簡単に起きるようになりました。うん、でやっぱり最近ではね、どういうことが起きているかっていうと、自分がこう書いたことですよね、紙に書くと実現するっていうのは間違ってはないんですけども、さらに実はそこからステップアップする必要が一つあって、僕がね紙に書いた、そこして自分の今日からお話しする内容を加えたことによって、なんていうのかな、本当にね叶うようになりました。うん、だからこの前もまあいいや、僕の話は置いといて、お話していくんですけども、つまり本当にね即効性があるし、多くの人がね紙に書いたりとか、なんかこう自己実現してないっていうのは、多分この思考がね足りなかったからなんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、ぜひね、今日の話かなり大事になってくるんで、聞いてください。いいですか。でまずね、これすごく大事になってくるんですけども、まあ、前回の動画かな、なんかでお話ししたんですけども、まず紙にあなたの悩みとか今のね抱えていることとかを、あなたの頭の中を書き出すっていう作業をやってもらったと思うんですよ。まあ、ブレインダンプメソッドって言われたりとか、まあ、そういうふうにいろんなね名前がついてるんですけども、とりあえずあなたのまず悩みっていうのを紙に書き出す必要があります。でこの後すごく大事なんですけども、それをねただあなたがね、うん、ひたすら今ちょっと、まあ、この動画止めてやってもらいたいんですけども、例えばね今、うん、なんか身長が低いとかね、なんか借金してるから返せるか不安なんじゃないかとか、なんかね明日朝起きられるのかわからないとかね、そういう悩みって絶対いろいろあると思うんですよね。まずそれを書き出してください、ステップ1で。いいですか。たくさんあると思います。で、本当これ脳内のものを書き出した瞬間にね、すごくこうすっきりするし、問題の本質に気づくんで、とりあえず書いてみてください。まず例えば僕だったら、うん、まあいろいろ、まあ人によってあるんですけども、それ書いてみて、例えばセミナーに人が集まらなかったらどうしようとか、うん、何でもいいと思います本当に。で、その次に何するかっていうと、そのね書いた紙を、問題ありますよね、そこから右にね矢印を伸ばしてみてください。右側に矢印を伸ばす。いいですか。問題を書いて次に矢印を伸ばす。そしたらそこにね、今例えばね、例えば、うん、お金があまりないとかね、なんかこう稼げるのか不安とか、独立後もね自分で収入稼げていくのか不安とか、いろいろあると思うんですけども、それね右矢印にこう書いた後に、どうやったら、これ大事ですよすごく、どうやったらその問題をね何々できるかっていう形に変えてもらいたいんですよ。わかります。例えば僕だったら、うん、どういうこと書いているかって、どうやったら僕だったら今1日2時間のね、作業量で今の収入の3倍を維持することができるかっていうふうに書いて僕はしてるんですけども、わかります。そういうふうに書いてみてください。今の、悩みとかね問題を書いた後に、どうやったらそれが実現できるのか、例えば今お金がないとかね、なんか奥さんに嫌われるんじゃないかとか、なんか彼女に振られるんじゃないかって思ってた時に、じゃあどうやったらね、彼女を自分のことをねもっと好きになってくれるかっていう、そういうふうに書き換えるんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、こう脳の思考って本当にすごくすごい、もう何ていうのかな、パソ今僕が撮ってるパソコンとか、まあ、そういったレベルじゃなくて、それのね数百万倍のねこうパワーがあるって言われるし、ぐらい脳ってすごいんですけども、自分の思考をねひたすら実現しようとねする作用っていうのが あるんですよ。例えばどういうことかっていうと、あなたがね犬に噛まれたらどうしようとか、まあ、たまにこうよくあると思うんですけど、街でね歩いていたら急に目の前になんかすごいいかつい犬がいて、犬に噛まれたらどうしようどうしようって思ってたら、その犬が寄ってくるとかっていう、まあ、そういうことってあると思うんですよね。例えばなんか失敗したらどうしようって、こう何か発表会の前とかになんかねこう急に脳がね焦り出して、なんか失敗したらどうしようっていうふうに思ってたら、結局ねうまくいかなかったと、そういうことっていっぱいあると思うんですよね。要は何が言いたいかというと、あなたの頭の中に一回不安の要素とかね、そういうふうにできなかったらどうしようっていう、考え方が発生しちゃったら、ひたすらねそのできない現実っていうのを引き寄せるように脳が思考していくんですよ。でそういうのをね過去の経験とかいろんなところからね、こう脳はねそのなんていうの、思考をねどの考えをねこう導き出してくれるんですけども、そういう機能があるんですよね。
だつまりどういうことかっていうと、あなたの脳にどうやったらできるのかっていうふうに入っているときは、ひたすらそのできる理由とかできるような、現実っていうのを引っ張ってくるように僕らの脳っていうのはできてるんですよ。そうで、ほとんどの人っていうのが常に、なんでできなかったんだろうっていうふうに常にこう自分の、思考を、ね、マイナスに持っていっちゃう傾向があります。だから目標とか夢とかって叶う人がいないんですよ。そういいです。だからちょっともう一度話は戻るんですけども、問題を書いた後に、右矢印をしてね、どうやったらその問題が何々できるのか、いいです、これすごく大事になってきます、ね、なってくるんですけども、そういうふうに書いてみてください。例えば、なんかね、朝起きられるか不安ないんですって書いてたら、どうやったら、朝ね、寝坊しないですっきり起きられるのかって、これを書いてみてください。本当にいいです。で、これをやると本当に、僕、毎日ね、毎朝起きたらすぐ紙に書いてるんですけども、この思考をやって一日を過ごすのと過ごさないのだと、本当に一日のクオリティが全然変わるんですよね。で、本当にこれ僕やってから、まあ、自分のね、金銭的な、まあ、収入的なものもそうですけども、一気にね、自分の、こう、なんていうのかな、悩み感情面っていうかね、そういうものが変わりました、本当に。なんでね、まあ、ぜひ本当に、騙されたと思ってやってみてください。もう一度言いますよ。まず今の問題を書き出す作業が一つ、ステップ1で、ステップ2で何するかっていうと、どうやったらその問題を何々できるか。で、これを毎朝毎朝やってみてください。そう、僕もね、毎朝起きて、まあ、今も言ったと思うんですけども、悩みを必ず書いてね、悩みとかっていうか今抱えてることですよね。そしてそれをどうやったら何々できるかっていう方にひたすら書いてください。いいですか。これ本当にやると、あなたの夢が、かなり近づくと思います。で、最後ステップアップ、エクササイズとかまとめになるんですけども、結局だから目標とかもね、ただ書くだけじゃダメなんですよ。だから年収3000万達成するとか、なんかね、すごくこうビーチの見えるね、海の見える別荘にね、こう過ごすとかじゃなくて、どうやったらそれをね、実現できるかっていう目標の書き方にした瞬間に、あなたの脳の機能っていうのが一気に働くってことなんですよ。わかります。だから要は思考を実現するのは間違ってはないんですけども、思考法には実は一つ問題があって、それをね、どうやったらっていう質問に書き換えた瞬間に、その実現方法っていうのがあなたのところにやってくるっていう、これは本当に究極の、マインドセットっていうかね、成功法則というか思考法なんで、ぜひね、騙されたと思ってやってみてください。でね、またまあ、動画かなんか撮って感想くるんで、感想じゃなくて僕もね、最新提供するんで楽しみにしてくださいってことで、ありがとうございました。